マリアンスケン・エル・ゼ・エ -1815 マリアンスケ・ラーズニエはチェコのカルロビバリ州の都市。人口は約1万4千人。カルロビバリなどと並ぶ温泉保養地として有名である。ドイツ語ではマリーエンバートで国際的にはこの名称でよく知られる。ドイツからチェコにかけて広がるボヘミアの森の中に位置する。海抜は約650メートルほど。 カルロビバリ、フランチシュコビラーズニエと並ぶチェコ有数の温泉地である。この3つの温泉地が三角形を描くように位置しているため、合わせてボヘミアの温泉三角地帯とも称され、多くの当事客を集める。近隣の都市としては、約 30km 北東のカルロビバリ、25km 北西のヘプなどが挙げられる。15km ほど西がドイツ国境。 16世紀前半、近隣のテプラー修道院の層によって温泉が発見された。18世紀後半より、療養目的で温泉が用いられ始め、19世紀、初頭に療養施設が成立した。鉄道網の発展などに伴い、多くの人物が訪れるようになった。19世紀半ばから20世紀初頭にかけて、豪壮華麗な保養所が多く建設され、現在に至るまで、 ホテルや一般の住居として用いられている。呼吸器、泌尿器、肝臓疾患などに効用があるとされる。潜質は、鉄、アルカリ塩などを多く含む。陰線は、コロナーだと称される、社交所を兼ねた施設で行われることが多い。ゲーテショパンその他、シュテファン・ツバイク、フリードリヒ・ニーチェ、リハルト・ワーグナー、マクシム・ゴーリキー、マーク・トウェインなど多くの人物が、 マリアンスケーラーズニエを訪れた。外国君主では、イギリスのエドワード7世の他でも、ロシアのニコライ2世などが、同都市に立ち寄っている。プラハから、特急列車で3時間強。カルロビバリから2時間弱で、マリアンスケーラーズニエに到着する。ありがとうございます。